おはようございます。ジャグランドマロです。今日もね、早速朝からテントに向かってます。ちょっといつもと違うルートで木の間を通りながらね、向かってるんですけれども、もうライプツヒも本当に毎日行ってるけどどんどん寒くなって、来週あたりはねマイナス1度とか天気予報も出てたりするんですけれども、今日はなんかねやたら日差しが強いっていうかね、眩しい。結構ねこっち曇ってる日とか雨の日が多くて、冬はねやっぱりヨーロッパって一括りにできないですけど、ドイツとかはね曇りとか雨とかなかなか爽やかに晴れる日がないんですけど、今日はすごい爽やかな日ですね。ありゃちょっと実はね休園日にゲストショーっていうのやってるんですけど、そのゲストショーのリハーサルやってますね。だからこれはテントでウォーミングアップは、ただこのロビー本当にね光の距離感が悪くて技がうまくできないんですよね。ちょっとリハーサルのね邪魔になったらいけないので、2階から自分の刀を取りに行ってこようと思います。スーパー、genau sie würde es dann hier。さあ今ね朝の練習が終わりました。でね、さっきやってたピノキオのリハーサル、実はなんとね週末土日月火みたいなところで、結構ね週に4日ぐらいこのショーが続くみたいですね。だから結構ね今までのこの朝練習に来て1回休憩してっていう僕のリズムが保てないかもしれないです。さあ今ねちょっと美座用の写真を撮ってもらったんですけど、思った以上にね写真撮って出てくるまでが早くてびっくりしました。今ねちょっとアパート戻る前に、そういえばちょっとスーパーで買い物しないとと思ってまして、明日日曜日なんでね全部お店が閉まっちゃうので、今のうちに食料とか買っておこうと思います。さあお昼の買い物が終わりました。以前僕がこの辺で暮らしてた時はクレジットカードの裏のサインを見て、自分のサインを見て、結構ねかなりこうジロジロ見て、でユーロ札とかもね50ユーロとかある程度の金額になってくると、表裏お札をチェックして本物かどうかみたいな見たりとかね、かなりこう普通に買い物するだけでもなんとなくね疑われてるみたいなストレスがあったんですけど、もう今はねもうカードを見るも何もピッてやって終わりなので、ずいぶん楽だなと。そう今日あとねやっぱり土曜日っていうこともあってね、人がいっぱいいますね。すごいいい雰囲気です。あとねヨガマットが欲しいんですよね。ちょっとスポーツ用品店見つけたから行ってみますね。さあ無事にねヨガマットと、そしてマッサージ用のねローラーとかボールを購入して帰ってきました。ちょっとねアメックスのカードが使えなかったのが誤算でしたけれども、結構やっぱりこの靴でみんな生活してるので、テントの中でねストレッチとかなんかやるときもあんまり床で直接ストレッチとかしてるとね、精神衛生上良くないというか、やってることは一緒なんですけど、なので本当にね薄くて軽い、旅行でも持ち運びできるみたいなヨガマットっていうかヨガタオルに近い感じのやつをね、いいのがあったので、それを。さあ改めてね公園の準備でテントに向かっています。なんか街角からすごい歓声というか、みんなで声を張り上げるような声が聞こえるんですけど、何でしょうかね。お、これパトカーなんか白と青の、ね、パトカーで、サイレンの色も青だったり、ちょっと日本とは違う感じですよね。なんか聞こえますか。ライブか、それともなんかデモみたいなイスラム教的な感じのパトカーもあるからあんまりねやじ馬根性を出していくとあれですけど、これ通勤ルートなんで避けるわけにはいかないですね。そうパトカーも止まってるし警察もたくさんいる。なんだろうね、ああちょっとあんまカメラ回してると良くないかな、こんな。ちょっとねどこの国旗かわからなかったですけど、ドイツ語でね戦争とファシズムに反対って書いてあったのは分かりましたね。何かの抗議活動というかねデモですよね。そう結構ねライプツヒでは毎週のようにデモをやってたり、このテント前もね大きな太鼓とか音楽と一緒にデモ隊が通ったり、まあ週に1回はそういうのを見るような気がします。今日はテントの前にもパトカーが止まってますねこれはゲートが開くのかな。まあやっぱりねある意味こういうショーをやる場所とかもね、人が集まる場所だし、
ある意味富裕層が集まる場所でもあるし、うん、まあ、そういうねテロの対象とかにもなりうる場所ですよね。思えば言ってしまえばね富裕層の娯楽ですからね、こういったものもエンターテインメントとは言いながらも誰でも見れるものじゃないし、まあでもねそれでもこういう生き方をしている以上はしっかり自分のことをやるっていうだけなんですけれども、こんにちは、僕の名前はジョーダンです。 Oh, it's perfect. ジョーダン and Alina. Yes.